現状をうまく使いこなしていくっていうのはもちろん必要なんですけども、中期的に見たときにはあのビル自体も建て替えが必要になってくる時期をどこかで迎えるので、結果的に土地も含めた売却が必要になってくる可能性は高いだろうなというふうには見ております。今月14日に閉店した一畑百貨店、跡地の活用について一畑百貨店は賃貸と売却の2つの方向性で検討しているとしています。それを取得された方によって大きく町の形が変わってくるというのが想定されるので、そのあたりは地権者の方にも協議をさせていただきながらですね、具体的な町の形を考えていきたいと思っております。松江市は松江駅前の在り方を考える会議を昨年末に立ち上げていて、今年の秋に方向性を出すことにしています。